はい、どうも、浜です。浜テレビ始まりました。今日はですね、演技編でございます。演技編最近やっております。エピソードトークでございます。今日は、伊藤英明さんから学ぶ人間力。ということでございます。最近ね、こう挨拶力とかね、しておりましたが、まあ、まとめて人間力としようじゃないかということで、人間力とさせていただきたいと思います。あとは話の流れが人間力としておく方が読めないかなっていうことでございます。まあ、誰も気にしてないでしょうが、伊藤英明さんから学ぶ人間力ということで、まあ、伊藤英明さんともとある撮影現場でお会いしてましてですね、これから言う内容を言ったらちょっと何の現場だったか想像がつきそうな感じですが、まあ、そのシーンがですね、水中の中で行われるシーンでございまして、私がまあ伊藤英明さんにこう抱えられて、こう水中の中をこう抱きかかえられて、僕はまあただらーんとちょっと気を失う形で水中の中をさまようっていうシーンなんですけども、まあ、水中の中なのでね、ちょっと寒い時期だったんですよ。中に、なんていうの、ウェットスーツを着ております。でウェットスーツってまあ僕詳しくは分かんないんですけども、なんかミリ数があると、5ミリとか8ミリとかあって、でまあ具体的ミリ数は覚えてないんですけど、まあ、とにかく5ミリがその日薄いのとして、8ミリが、まあ、厚いのとしましょう。でこのたった3ミリで全然寒さというか度合いが違うらしいんですよね。で衣装部さんは衣装部さんで、これはプロのスペシャリストですから、こだわるのは当然なんで、それ今から言うことは衣装部さんがどうとかこうとかじゃないですよ。で衣装部さんとしてはやっぱね、8ミリにしちゃうとちょっと衣装がこうモコッとなっちゃって、まあ、見栄えが悪いというかね、ということで、まあ、できたら5ミリで、5ミリの、ウェットスーツを着て、上で衣装を着て、で撮影に臨んだわけです。で撮影ってまあまあやっぱ時間がかかるんですよ、時間が。で水の中の撮影なんでね、いちいちこうじゃあ撮影始めるからって水の中にボグーンと降りてってやると大変なんで、僕とかはもうすでに水の中でスタンバイ状態です。その時は酸素ボンベつけてね、ボーってやりながら、で最初のうちはいいんですけど、寒い時期ですし、ずーっと水の中にいるわけですよ、待機時間もね。そうするとやっぱね、寒いんですよ、冷えてくる。でもまあ寒いともね言えないし、僕ごときで撮影現場を止めるわけにもいかず、まあ当然のように我慢するわけですけど、体は正直ですから、こうガタ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 こう震えて待ってるわけですね。で顔もこうちょっと、なんていうんですかね、青ざめてきてるというか、まあガタ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 、寒いなとかって思いながら待ってるわけです、水中の中でね。そうするとですよ、スーパースター伊藤英明さんが、まあ、隣で、僕と一緒に待機されてた状態なんですけども、伊藤さんはね、水中の中大得意で、詳しい免許名は分かりませんが、まあ、インストラクター的なすごいそのダイバーのね免許もお持ちのスペシャリストなわけです。で、水中の中慣れてらっしゃるからね、まあ、僕よりは大先輩というか同い年なんですよ。同い年でね、あんなにまあ男前に生まれていいナイスガイで、話はちょっとそれますが、でまあ伊藤さんがこうスキューバダイビングのジェスチャーというか、ちょっと上に行きましょうみたいなこうジェスチャーしてくるから、何かなと思って上にウィューって一緒に二人でザバーンって上がるじゃないですか。そしたらスーパースターの伊藤英明さんがですよ、まあ皆さんに聞こえるように、怒ってとかじゃないですよ、大きな声でね、みんなスタッフさんに聞こえるように、ちょっと彼のウェットスーツ8ミリに変えてあげてよっておっしゃっていただいたんですよ。もうね、と思って、そんないい人いると思って、僕が震えてるから、ウェットスーツ本当に3ミリで大きく違うみたいで、保温能力というか、で8ミリに変えてあげてよって、それ8ミリか5ミリかもう記憶の沙汰ではないですよ、だいぶ昔の話ですから、まあ、とにかく厚い方ね、厚い方に変えてあげてくれと、ミリ数が厚い方に変えてあげてくれよってね、僕のためにそうやってみんなにね、聞こえるようにバーって言ってくださって、
まあありがたい、こんなに気遣いができる人いるもんかねって、まあだから主演をされるんでしょうけども、それでも感謝感激な雨あられあ感謝感激雨あられまあそんな感じですよ。でそっからがまたねあれなんですけども、まあオチとは違いますけども、そうしたら伊藤さんがそんなことを言うもんだから、まあ、スタッフさんも慌てて、ハモンさんじゃあ着替えに入ります、ハモンさん着替え待ちですとかってなり始めて、ウェットスーツ脱ぐのってどんだけすごいか、素人がそれを脱ごうとしたらどんだけギューってなるか分かります。時間がかかるわかかるわで、やべみんなを待たすわけにはいかんと思ってね、一生懸命着替えたのを覚えておりますけど、もう一回体が濡れてたらウェットスーツ着るのもまあまあ時間かかるんですよ。ピッタピタでピッタピタでピッタピタだからそんなこんな話でしたっていう流れです。だからね、人をこう見る目、気遣いとか目配り気配り心配りができる方々が本当に芸能界には多くてですね、本当に素晴らしい方でしたね。でその後もね、まあそれであったかいスーツのままこの撮影が無事終わりました。そしたらね、そういった寒い撮影でね、水の中にある撮影、水とかがあったらね、現場の横にねあったかいこうお風呂がもう用意されてるわけですよ。すぐ体を温められるように。それもね、伊藤さんね、主演ですよ。まあ主演が偉いあれはないんです。だから主演なんですよね、伊藤さんの人間力ですよ。ね、基本的にはじゃあ伊藤さんどうぞってなるんですけど、もう伊藤さんの方から、あ、先入ってください、先入ってください、早く温まってくださいって、もうめちゃいい人みたいな。そりゃ同い年でもこんなに差が開くわっていうくらい、俺だったら胃の一番で寒い寒い寒いっていきそうですけどね。すごい本当に素晴らしい人間力を持たれた方だなというのを勉強させていただきましたっていうお話でございました。楽しんでいただけましたでしょうか。そんな感じでまた配信していきたいと思います。ハモテレビチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまたまたバイバイ。ハモテレビチャンネル登録よろしくね。